どうもこんにちは、まなです。皆さん、お風呂には入りますか？ちょっと待って、その出だしはないだろう。いや、まあお風呂には入ると思うんですけど、あの入浴剤知ってますよね、はい、入浴剤、まあいろいろあると思うんですよ。あのバブとか、あと普通に粉的な感じのやつ、あとは泡風呂とか、まあなんかいろいろあると思うんですけど、まあ私結構やってるじゃないですか、酒風呂とか。この間酒風呂やったような気がするんですけど、あとはなんかあの匂い付きの牛丼とかあったような気がする。昔やったな。昔やったと思う。まあ今はないかもしんない。あの消しちゃったかもしんないんですけど、動画。あのまあいろいろと、まあ、入浴剤やってると思うんですけど、な今日すごいものを見つけちゃいまして。すごい間があったけど今溜めた。まあそれを紹介していきたいと思います。それがこちらです。じゃじゃん。女子高生の愛液風呂。キモ。やばくない？キモいぞ。キモいぞってなんか私がキモいみたいな。愛液風呂すごくない？こういうのが売ってるっていうことにちょっとすごいなって思う。私はすごい入浴剤だね、うん、しかも女子高生ってついてる。一応限定なんだ。なんかさ、女子高生って入れるとなんか男が買うのかなって思うのかな。やっぱ女子高生ってそうね、響きがいいのかな、ね、一番なんか若い時期というか若いし、いい感じの子みたいな。俺は女子大生の方がいいな。あ、まあちょっと上ね。そう、お姉さん、お姉さん感じが、あ、そんな感じね、お姉さんっぽい感じがいい、うん、女子高生か。そうね、女子高生だとちょっと若い。そう、ね、お兄ちゃん的には元気よすぎ、若い。まあそんな感じで、まあ、香りどんな匂いだと思う？後ろを見ても何も書いてないの。なんかミルクの香りとかさ、本当に愛液の匂いとしか書いてないんだ。うん、とろみが出るって書いてある。とろみが出る、うん、わすごい。匂いはね、こうやって飲んだよね。うん、なんもない。フェロモンたっぷりとか書いてある。フェロモンか。フェロモンたっぷりの匂いに大興奮とかは書いてある。それさ、あれだよね。男が入って初めて意味があるのかな。まあそうじゃない。その風呂にさ、女子が入っても別にあれじゃない？別に普通じゃない？だって女のフェロモンを女が嗅いでも意味ない、ね、意味ないんじゃない多分、うん、女のフェロモンを男が嗅いで興奮するよ、ね、そうじゃない。まあどうせフェロモンなんて出ないよ。まあね、たかが入浴剤で、うん、まあね。いやでもなんか気になるわ、どんな匂いするんだろう。臭いのかな。いや俺のね想像はね、ミルクっぽい匂いだと思う。わかるよそれは、うん、ミルクっぽい匂いがするんじゃないかっていう感じはするけど、どうなんだろう。てか実際さ、こんな可愛い女子高生いないと思うよ。いないいないいない、 100% いない。いないよね。でもなんか悪口になってないこれ。いや悪口じゃないよ。いやいるかもしれないけど、なかなか見ない、こんな可愛い女子高生。あ、見ても本当芸能人とかそういうレベルだよ。 そんな感じじゃない大体。まあじゃあ早速、まあ、入っていきたいと思います。お風呂へゴー。マナちゃん変身じゃないから。変身っていう、なんか変身じゃなくない。まあ水着には着替えるけど。じゃあとりあえずマナちゃん変身。はい、お風呂に到着しました。なんて言っていいか分かんなかった。今のまあなんかあれだよ、今日はなんかぎこちないよ進行が、はい、お風呂場に到着しました。なんか移動したみたいな感じで言いたかったんだけど、なんて言おうって考えた今。はい、じゃあ早速入っていくんですけど、ちょっと入れすぎました。もう完全に溢れる。いや気持ちいいじゃん、贅沢な。まあまあまあ、
まあ、早速入ります。贅沢だよこれ。あっつやっちゃったなこれは。やっちまったな。それ誰だっけ。クールポコだっけ。あ、そうだ。あの、あれだよね、なんかこう餅つきみたいなやつ。熱いんだけど、ちょっと待って。熱っ。最近寒いからさ、あれだよね。そう、逆にあの、なんだっけ、ゆっくり入んないけど、跳ねちゃうからの。寒いとさ、体とかもさ、足とかもさ、寒いじゃん、うん、だから、あの余計入ると熱く感じるみたいな。そう、痛く感じるよ、痛みたいな。大丈夫？大丈夫だ。あんまりさ、思いっきり入るとさ、そっちにさ、行っちゃうんだけど。ああ、開けてる。段差がないんで。めっちゃ気持ちいいわ。いいわ、だけど。いや、いいね。昼間から入るお風呂。いいよ、早く入れろや。お前の入浴だってどうでもええ。本題こっち。本題はそっちだよ。じゃあ、早速開けますよ。まず、その、それ自体の匂い。下手くそだな。あ、貸して。やっぱなんかミルクっぽい匂いだわ。若干。あ、赤ちゃんの、赤ちゃんのお尻のパクパクの匂いです、これが。マジ？うん。あ、うん。そんな感じするかも。うん。てか、私も小さい頃、あのパクパク、うん、めっちゃ使ってたの、家で。なんで？あのさ、今使ってた？使ってたよ、お兄ちゃんが知らないこと。だってお風呂上がりに使おう。自分で使ってたってこと？あ、そう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 、あの中学生くらいかな、中学生くらいまで使って。なんで？え、普通にあのお尻が荒れないように的な感じで。え、そんな使うの女子って。いや、私は使ってた。ああ、そんなあれなんだ。結構使ってたよ、中学生までお尻パクパク使ったんだね。そう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 。まあ、お兄ちゃんは多分知らなかったと思う。知らねえよ。誰もさ、ケツバクバクしてるとこ見ねえだろ。やばいやばい、ちょっとぬるぬるが。こんな、すんごいぬるぬる。これね、もうちょいあのお湯少なければ、お湯少なければすごいぬるぬるだと思う。危なくない？逆にあの湯船に入るときに危なくない？それ、あ、立ち上がったときになると思う、うん。なんかね、すごいぬるぬる。なんかさ、なんか汚いんだけど。これぬるぬるの成分だよ。え、なんか汚いんだけど。ほら、あと分かる。うわ、分かる分かる分かる。めっちゃぬるぬるしてるよね。え、やば。めっちゃぬるぬるしてるよ。やばい。あ、もうちょいね、ほんとお湯が少なければ。持ってば。いい感じにぬるぬるだと。いい感じ。いや、もうすでにもうぬるぬるすぎるぐらいだと思うけど、これ。すごいわこれ。ここもね、あの何、ぬるぬるがめっちゃつくの。ここからお湯が出るじゃん。そこ持った時に滑りそうじゃない？そうなんだよ。危ねえってなりそう。ここ多分ね、危ないよ。そこも立ち上がると危ないよ。うん、今危ない。危ないゾーン入ってるよ。レッドゾーン、レッドゾーン。いやー、マジ。なんか、キモいね。なんかね、浮いてるみたい。そう、汚い湖みたいな感じになってて、うん、やばいよね。この成分が多分ヌルヌルなんだ。カスが浮いてるみたい。あ、わかるかも。なんか汚い。え、これマナの赤じゃね？ちげえよ。マナの体の赤じゃない？これ汚い。ここ触ってみればわかるから、すごいヌルヌルなんだって。うーマジだ。でしょ。ねえ、キモ。あのこっちにこう流れていくから、ここにあのつくのよ、ぬるぬるが。ぬるぬる成分が溜まってる。そう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 。でこのぬるぬるもなかなか溶けないからあれだわ。危ないね。立ってみて。立てる。ゆっくりね。危ないから。お、滑る。マジだ。お、滑る。本当に集中しないとやばいやつ。意外と滑る。ここやばい。
この辺やばい。そこやばい。うん。結構ヌルヌルする。危ないね。危ないわ。立たない方がいい。立たない方がいいわ。しかもこうめっちゃヌルヌルじゃった。危なー。おー、すごいすごい。糸引いてるし。すごくないこれ。きたねやばいね。うわ。やばくない結構やばくないそれ。結構なヌルヌルよ。だってさ、もう限界まで湯船張ってさ、うん、入れたのにさ、うん、こんなにぬるぬるってことは多分半身浴ぐらいの水かさだったらやばいよ。やばいねこれ。多分浴槽がツルツルぬるぬるになるわ。洗うのかな。やばくないこれ。まだ溶けてないってこと？これは。うん。いやでもこんなぬるぬるはすごいね。あのぬるぬる度は葉っぱじゃないね。葉っぱじゃない。葉っぱじゃないみたいな。てかさ、汚いね、見た目。見た目がちょっと…いや、だからこれマナの、マナの赤だもん、汚いですよ。だから違うってこと。違う。これは違う。断じて違う。この、あれはぬるぬる。ぬるぬるね。私の赤じゃないから、ね、YouTube で広がっちゃうからね。私の赤だよみたいな。あのスキップしてここだけ見た人はなんか本当に、うん、え何これ嘘たまみたいな、お前の赤やばいよ思うよ。これ違うよ、ヌルヌルですから。はい。いやでも匂いはなんかやっぱミルクっぽかったね。そうね、実際、うんうん、まあそこまで、うん、いい匂い、いい匂いなの微妙、うん、普通、うん、良くも悪くもない気がする。あの、買わないな。うん、うん、まあ私は実際買わないけど。ネタとして買っただけで、うん、プライベートで買わないやつ。うん、まあ、お兄ちゃんでも買わない。買わない。何お兄ちゃんでも。何え買わないよ俺。え、そう。え、買うと思ってた。買わないわ。奥さんにこっそり買うのかなって。あ、頑張って。うん、一人で。そういうのはね。キモいわそれ。え、なんか男性ってそういう感じじゃないの？お前男性をバカにしすぎ。いやなんかあのこっそり買うのかなってそういうの。あやっぱり。いやまあそれはエロ本とかさ。女性には知られたくないみたいな。エロ本 DVD は買うかもしれないけど、別に行く際こっそり買うはないわ。まあ、でもいつ入るのってなるもんね。そうだよ。絶対バレるよ。絶対まあ奥さんがいない時とか。ああ。じゃない。入るとしても。いやでも実際入って上がって洗うようだよ。自分でね、うん、頑張って。ぬるぬるしてたらおかしいもんね。うん。危ない危ない。それかあれじゃない？奥さんが入った後に入るとか。いやー。で、ね、最後に抜いて洗う。感じじゃない？どっちじゃ大変だな。そこまで。めんどくさい。そこまでの思いをして入りたくない。入る価値はない。まあそうね。はい。まあこんな感じで、まあ、こちらね。IA ピクロ、まあ、入ってみたんですけど、まあ、実際は、まあ、ミルクに近い匂いで、まあ、ヌルヌルはすごいヌルヌルになる。なんで、まあ、結構危ない。立ち上がる時とかに、うん、もしかしたら滑る可能性があります。そこに結構たまるんで。そうね。なんで、まあ、もし気になって買った方、まあ、入って滑らないように気をつけてください。マジで危ないよ。本当にお風呂場で滑るとか一番危ないから。マジで後頭部ってさ、うん、あれだよ、やばいよ。しかもさ、狭いから意外と、うん、いろんなところに頭ぶつけられるから。ぶつけられるから。転んでこんなところにぶつけたら本当に死んじゃうから。ああ、金属の部分ね、うん、危ないよ本当に。え、浴槽のここでも危ないけどね、うん、実際そのまま頭ぶってさ、湯船にさ、気絶して入って溺れちゃうっていうのもあるよね。うん、まあ理想的し的な、うん、うん、これはあれだね、でもな、事故に見せかけた殺人に使えるんじゃない。いやそれなら無理でしょ。奥さんとか旦那さんはさ、いや無理だよ、危ない、うん、いやでもこれ酒飲んで入ったらマジ危ねえと思う。危ない。いやでも実際酒飲んで入っちゃダメだから。あ、まあお風呂に入っちゃダメだから飲んで。逆ね、あのお風呂に入ってお酒飲むんだったら全然いいよ、うん、酒飲んでお風呂はダメだよ。心臓バクバク言うからね。はい、まあそんな感じで、まあ、今日は終わりにしていきたいと思います。まあ、もし気になった方買ってみてください。
まあ、お風呂に入るときは気をつけて。はい。じゃあ、バイバイ。